江戸末期に誕生した日本最古の遊園地花やしき。浅草名物の一つとして有名なローラーコースターは、日本に現存する最古のコースターとして現在も活躍中です。江戸の風情を残しながらも、観光地として時代の移り変わりとともに進化する浅草で、花やしきも変革しながらも歴史を大切にしてきました。白塗りのお化粧に振袖を身にまとった装いでのおもてなしは、日本文化の代表といえます。日々のお稽古を通じ芸を磨き、豊かな人間性を培い、人々が求める心の安らぎを添えて、伝統芸能の継承発展に努めてまいります。